おはようございます、本日はですね、夫婦で今から京都に紅葉を見に行きたいなと思います。で、もう寒いから、僕はマウンテンジャケット着てるんですが、もう嫁はバルトロを着てます。寒い。靴下も俺黄色にしてな。おしゃれやな。見えた、うん、では、豊国大社ちゃうかったかな。あ、豊国神宮や。神宮ちゃう。豊国神社だと思うよ。なんかネットの神様やんな。そこは違うよ。違うんか。では行ってきます。それでは豊国神社到着です。平日やから人おらへん、うん、でもうちょっと行ったところに清水寺とかもあるみたいで、この辺やったら歩いて回れるけどな、うん、まあとりあえずはここ行って次はメッシやな、うん、そうやな。これ書きます。え、まだお声が出ちゃダメだよってば。え、なんでこれに願い事書いて、うん、でこの袋に500円とこれ入れてここに入れるんだよ。あ、そうだよ、よく読みなさいよ。願い事は何にしたらいいの。まあそれは見えないように書いたら健康って何でもいいよ。一応仕事運だよここ。あ、仕事ない、うん、まあ、全般的にいいけど、ちゃんと願い込めてね。はい、ちゃんと願い込めながら入れてください。うん、込めた、うん、あれからですね、ちょっとしばらく歩いたらですね、こうお肉屋さん見つけて、なんかコロッケが5、6分で揚げ上がりますって書いてたんで、嫁蔵が今買いに行きます。で、多分これを食べながら、今ちょうど昼なんで昼ご飯食べに行くと思うんですけど、今中のおばちゃんに聞いてたら、いいとこあるでって言われたんで行くと思います。あ、どう？大見牛のコロッケ、うわ、めっちゃいい匂いするやん。食べて。あ、きい。や、さっき食べて。行きます。あ、あかっ、まあ、揚げたてやもんな。あ、おいしい。ホクホク。なんか変わらない。甘めだね。うまいか。甘いな。うん。じゃがいもの甘みが効いてるな。玉ねぎかこれは。うん。で、揚げたて。うまくの味もちゃんとあるね。以上、食レポでした。はい、ということで昼はですね、ラーメンに行ってきました。ラーメンはいのいちっていうところで、以前おせさんに教えてもらったラーメン屋で、で、嫁蔵も行ってきたんですが、味はどうでしたか。美味しかった。うまかったな、めっちゃ、うん、美味しかった。なんかサバとかさ、カツオとか言ってるから、ちょっと癖強いんかなと思ったら、意外とあっさりだったな。うん、塩を私が食べたカツオの方はあっさりだったね。うん、和風だしみたいな、うん、で、今からはぼっちり歩いて清水の方行くんか、うん、っていう感じなんで、清水寺の方にこちら歩いていきます。あれからしばらく歩いて、嫁蔵が来たかったチョコレート屋さん来ました。僕一回前動画で出したことあるんですけど、ここです。ここで自分用にチョコレートを今買っております。はい、では買ってきました、チョコレート。高級な、うわ、木箱に入ってる。よかったな。うん、さっき見て、ここシェルになってる。へえ。すごっ。家帰っていっぱい食べ。うん。
電車の中食べちゃおうかな、帰りに。あ、コーヒー買って。コーヒー買って食べなくなっちゃう。ほんなら今からどうする？カフェ行くの？うん、カフェ行ってもいいよ。何で笑うの？なんで？あんだけラーメンで腹いっぱい言ってたの。でもカフェは違うじゃん。そっか。江坂神社行く？キョングズ行く？江坂後ろにあんねん。両方とも行けばいいじゃん。江坂には八坂。両方とも行けばいいじゃん。八坂神社行ってみる？では八坂神社内で休憩タイムです。チョコレート、どうぞ。うん、いいよ。食べる？いい。二つも食べていいの？食いしん坊か。ふふふ、別にええけど、うん、どう、うん、最後、うん、よかったな。周り見てみ、紅葉で景色綺麗でチョコ食べてみてみ、抹茶の。うま、寝れる。ちょっとまあダウン着てるしな、うん、この景観いいよね。うん、ここで匂いしてくる。木箱のチョコ、抹茶と普通のチョコ、クーベルチョコ、うん、やばい、いい匂い。あ、これしかも食べていいかな、うん、食べます。うん、うん、五円チョコとは全然違うよ。それをさ、交互でいくのがいいんちゃう、うん、チョコいって抹茶いっての交互でさ、無限ループ状態にして。カフェ行けんくなるんやん。やめとくか、ほな。開けちゃうよ。やめとく。開けちゃった、もう開けちゃった。公園のベンチ座ってチョコ食ってどこでもできるよな。うん、うまい。またちょっとちゃうんやろうな、普通のチョコとは。うん、うん、ホワイトチョコレートな感じじゃない、抹茶のチョコって感じ。わ、うん、かる？言ってる意味。抹茶がしっかり濃いな。うん、もう、あ、ハトが近づいてきたからしまおう。そやな、君の分はないよ。ではここを今から嫁蔵が抜けていきます。心境は？全力に願いを叶えた。はい、ということで、今日はですね、3つぐらい神社回ってきたんかな。3つだけだよ、なんかちょこちょこ揺らして。うん、とにかく歩いたな。歩いた。で、あとは最後は、あの僕の友達が、いてるバーに行って終わりたいなと思いますので、そこのバーで嫁蔵と乾杯してお別れしたいなと思います。ではその様子をどうぞ。Could break us, but oh how we got burned.